株式会社ベアレン醸造所は岩手県盛岡市に本社を置くチビールメーカーである。ドイツの醸造所の仕込み室を移設し、100年前に使われていた銅製の仕込み窯で爆汁を作り、冷却槽で時間をかけて放冷させるというヨーロッパの伝統的製法でクラシックビールを作るブルワリーである。醸造所の建物はレンガや瓦を製造する古い工場を改装して作った。 ドイツ人、ブラウマイスターが仕込みや現地調達を行い、原料の爆画はドイツの爆画メーカーから直接購入している。社名のベアレントはドイツ語で熊を意味し、熊が生息する岩手県の自然と体育のがっちりした醸造職人をイメージしている。2014年度新卒採用についてベアレン醸造所 HP2013 年7月4日閲覧。 ブルワリーのご案内ベアレン醸造所、公式 HP、2012年7月17日、閲覧。醸造所の建物ベアレン醸造所、ブルワリー立ち上げ粉選機、2012年7月17日、閲覧。設備の買い付けマイナス1ベアレン醸造所、ブルワリー立ち上げ粉選機、2012年7月17日、閲覧。設備の輸入ベアレン醸造所、 ブルワリー立ち上げ粉戦期、2012年7月17日、閲覧。バクがベアレン醸造所、ブルワリー立ち上げ粉戦期、2012年7月17日、閲覧。CI マークについてベアレン醸造所公式 HP、2012年7月17日、閲覧。社名についてベアレン醸造所、ブルワリー立ち上げ粉戦期、2012年7月19日、閲覧。 タンク破裂事故についての問題点と対策について2012年7月17日、閲覧。出展者ご紹介ベアレン醸造所、東北フードエキスポ2012公式 HP、2012年8月15日、閲覧。ありがとうございます。